最近、うん、コンビニなどに行くと「ペイ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 」いろんなシールがあったり、うん、なんか縦札があったりねいろんな種類のペイがあります、はい今年の秋へ向けて、うん、なんとかその少しでもうちはたくさん取り扱いしてますよあの消費税上がる時にキャッシュレスのまたね政府がいろいろこう補助をやるので。 うちはこんんなにあの取扱額があるんですよってみんなそのうちはこんなにアカウントがあるんですよっていうのを取りたいがためにみんな一斉にやってるんだけどまあすごい今7月のまあのぐらいですけども頭の頃に始まったなんかの数字のこう7がつくやつとか家族なお店のところとか始めたペイがもう。 もうダメすぎて、もうがかりみたいな。そうなの？そう、全然ダメでしたね。そうなんだ。なんとかペイはですね、皆さんでどれ使えばいいかって考えてますけど、要するに自分がメインで使うところの、まあコンビニでもスーパーでもいいですけどそこのまあメインのペイを使えばいい。あ、そういう考え方がいいのか。別にだから全部い一気に使わなくていいです。いいんだ。であともう一つは割とどこでも使えるのは実はキャリア系。ああ、確かに。まあだから D 払い。はい。 確かに確かにから PayPay この3つはまあやっぱり強いあと楽天うん楽天ねあと意外にいけるのがメルカリメルペイそれしかもそれで LINE ねダメなんですよ申し訳ない全然ダメですね使えるとこ増えてるんだけど結局お金を産んでない僕とゆきちゃんの間で100通 LINE のメッセージやり取りしても円にもならない確かに確かに お金がが発生するるからそこにチャージがちょっと興味あるもんあもれやっぱりでしかも三キャリアは言うまでもないですけども当然皆さんが毎月払った金額からポイントとしてそ,のそれぞれのウォレットというかポイントのところに入ってくるわけだし、ね、使えるでしょって話なんで、うん、それはやっぱりまあそのこの辺は強いですスマホ決済という言い方を一生懸命新聞の人たちがしてますけどあんまり踊らされないで。 結なんだかんだ言いながらお財布携帯は最強だったなっていうかスイカもすごくスイカは最強だったなっていうのを改めて思いましたんでこれまた深くやりましょうかねあの皆さん踊らされないようにですねえ確実にえ使えそうなところ安全そうなやつをですね選んで使っていただけるといいかなということでございます。<laughs> <laughs> 検体しようぜ今回ご紹介する端末はソニー1まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 167mm 幅 72mm 厚さ 8.2mm 重さ 178g ディスプレイ6.5インチ 4KUKEL3840×1644 ドット Android9 搭載。 CPUQuALCOM Snapdragon 8552.8GHz と 1.7GHz のオクタコア内蔵メモリー ROM64GBRAM6GBSIM はナノ SIM バッテリー 3200mAh アウトカメラは標準望遠超広角 1220万画素のトリプルカメラインカメラは800万画素マイクロ SDXC メモリーカード対応となっておりますさて皆さんお待たせしましたソニーから新しいエクスペリアの誕生です一から生まれ変わった新世代と呼ばれる1台ですぜひご覧ください携帯ピックアップです今回はこちらの端末ですソニーモバイルエクスペリア1ということで登場です、はい、今年2月に MWC、うん で発表された、はいえー、ソニーのエクスペディアシリーズの新世代フラッグシップモデルとすごいどこも au ソフトバンクから発売されて、はい、このちょっと21対9のディスプレイと。 後ろにありますがこのトリプルカメラすごいね特徴的つ,ついにソニーさん本気出しましたか <laughs> みたいな感じのモデルでございますが、はいえー、今日はこちらをご紹介したいと思いますはい、えー、カラーにちょっと特徴があります、はい、まずこれ持ってるブラックとパープルこれが三、えー、社共通、はい、どこも au ソフトバンク三社共通の色になりますはいソフトバンクは、はい、ホワイトが追加されます実はホワイトがあります、はい、ブラック,ブラック ーホワイトというのがソフトバンクで au はさらにグレーがありますそうですね au は全色そろうとこういう形で3色揃うんだ au がそんな感じで今日はこちらをご紹介したいと思いますはい新世代のエクスペリアということでまずこの妙に縦長のボディの話もね伺いたいんですけどその前にこの「新世代」という言葉ついてますこれまでのエクスペリアとは まあ少しこう商品そのものの話というよりは会社の話をちょっとたまにはすると、はい、実はソニーモバイルって、えっと、去年の2月 2>、はい、1>, もう1年ちょっとぐらい前ですけども、うん、1>, 1年半ぐらい前ですからね、うん、岸田美生ささんんという方が社長さんになりましたで、うん、まあその方が入って、まあ、社長さんになって実質的に再スタートを切って。 で、最初の、まあ、肝よりのモデルは、これですかみたいな感じ。お、えー、こ,ことですね。はい。なかなか、の、社長さん、お目にかかる機会も少ないかなと思いますが。はい。どういうお方でしょう。どういう方。<laughs> はい。今、ソニーモバイルですよ。はい、まあ。ソニーね。はい、で、その前は、何つったかっつうと。うん 覚えてますよねソニーとエリクソンという会社が、まあ、端末事業を統合してやりましょうっつって言ってやった時代が実はありました、うんはい、実はその頃にヨーロッパにいらっしゃってまさにその一つにまとめる時に会社にいらっしゃったはい、はい、携帯のところでお仕事をされてた方でその後、えーまあ生産戦略とか生産管理とか商品をの商品を どうやって作ってて作いくかみたいなところの話のところもお仕事をされるまあソニー側に戻ってからですけどね、はいまあ、そういうことをされてたのでだからあの、まあ、そういうのを指揮されてた方ですと<ー>で実はもう数回お話をさせていただいた取材も含めてお話しさせていただいたんですけど、はい、これがですね、うん、なかなか最近のあのんでしょう社長さんとかそういう、まあ、何人かね存じ上げてる方がいらっしゃいますけども、はいはい、結構 熱い人です。やっぱり関わってるから愛情がものすごいあるんですよね。やもう本当にそうですね。だからすごい熱い男っていう感じの人なんで。うん、そうなんだ。はい、その岸田社長がだからもう本当にこう気持ちがこもってでプッシュしてきたのがまあこのモデル。うん、エクスペリアだからワンなんですね。そうなんです。もちろんあのソニー全体のこともね。もちろんそのエリクソンとソニーがひっついてできたソニー・エリクソンの時も知ってるけれども、その後ソニー全体のこともやっぱりずっと見ていらっしゃった中で。 でじゃあその何ソニーモバイルとしてのエクスペディアはどうするのよみた、はいな話の中から出てきたのがこれとだ,だからまあ会社の中のいろんなところの力も、えー、その力もたくさん生かして生まれてきているモデルなのでそういう意味での「1」と「もう一回最初から行きます、ね」んので一番一番から行きますみたいなでまあ実際同時にエクスペディア10っていうのもあったんですけど発表されたので、まあ、日本はこの「1」で行きますということで、まあ、だから新興国なんかはもうちょっとその。 エントリーの少しお値段の安いモデルは出ますけれども、まあ、一応あの今回はこの1からスタートということでもう1回リセットして、まあ、やってみましたっていうのはこういう形になりましたということでい、はいはい、かなり気合いの入ったモデルでも、うん、社長の猛プッシュあるモデルってなかなかないよね<ー>みたいな感じがするんですが、はい、まあでも第一印象もかなりのインパクトとだって全然見た目違うじゃん違う、はい、まずこの縦長のボディはいこれいかがでしょう、はいあのー、これ縦の と思うのかそれとも横と思うのか,確かに21対9という、うん、まあ縦横比です、はい、で、じゃあ他はどうなのかってい今ほとんどの端末が大体18対9とか19対9あ<ー>だより縦になる、はい、なんだけど、うん、別にそれはかつてエクスペリアはなんかこのサイズなんだけどなんか上と下になんかこう。 バーがあるよねみたいな感じだったのが、うんはい、いきなりなんか全画面になっちゃうギニギリまで、ねはい、来てます、ね、かなり驚愕ぶちになったということで,、はい、で実はこの二21体験は横向きにしますけどこのディスプレイというのは何なのかというと、うんまあ、映画とか、うん、映像コンテンツを見るのに一番まあ適したサイズと例えばこれ今横長のね、これサンプルの中に入ってるソニーさん入れてる絵なんだけど、うん、これ見ていただくと分かるんですけどほぼフルフルでしょすごいねフルフルでしょ こういうの見ると、すごいす。こうさすがだなって感じなんですけど。すごい。で、縦も、縦も、こ、こんな感じの。よしょ、こんな感じの縦、ねえー。縦すごくないですか。縦もなかなかすげえよねの映像。ほらほら。ほらほら何これ。いいえでしょで、これはまた今度横なんだけど、こんな感じ、ほら。いい横がやっぱり、いきますね。で、これ、こんな感じで、映画が見えると思っていただくといいんですが。うん、音とかは、あんまり出しませんけど、まあ、いわゆる、この、これは今。 スパイダーマンの、ね、予告編がちょっと中に入ってるんですけどこんな感じで映画は見れるとめちゃギリギリリですねそうだからうちの番組を21対9で作りたいかなって思うぐらいのですねす,ごいあのすげえ大きいあの画面なんですけど、うん、こんな感じになりますだからまあちょうど今その映像コンテンツたくさんね増えてきてるのは、まあ、あどこもで言えば DTV だし。うん えなんだユウさんでもネットフリックスやってる、うん、まあソフトバンクのネットフリックス売ってますけれども、うん、こういう映像コンテンツが増えてきてる見るシーンが増えてきてる中でいうとこの。 まあ縦長の画面とか横長の画面というのは映像に強い画面ということになりますね。縦長のディスプレイも活かす仕組みもある。当然です。はい。え実はえっと縦長にしたときに一つ面白いのは二十一帯域を使ったマルチウィンドウというものがあります実はここにねすううもう標準で中にこう、はい、アありますね。アイコンあります。これをタップしてもらまた分かるんですけども、これまあ上でいろいろ組み合わせて使えるんですが、実はこの下にですね、例えばユーチューブとクロームとかマップ。 クロームととマップとか,ップとかアルバムと Gmail とか具体的にどういうになるか、はい、ちょっと今こういうふうにしますけどちょっと見せますねこれ今感じでこう,う広げたんだけどまあ下にマップねっ上にまあこれブラウザだねはいだからまあこれはこういう形で今やってるけどこんな感じで上も出しつつ下の この地図もサイズを変えつつみたいな使い方ができますということなので私にすごい例えばブラウザとマップとか YouTube とブラウザとかアルバム Gmail とさっき写真ありましたねあれがありますけどもそれ以外にも自分で作ることもできて例えばよくあるパターンとしては電卓とブラウザ要するに何か商品のページ見ながらじゃあこれいくらだといくらなんだろうって上の電卓でペッペペと検索するとか。 まあ割とそういういパターンでマップ見ながら G メール待ち合わせの話を G メールでしてるんだけどで住所はどこなのってで住所をマップにやり取りで出す使い方ができますというそれを出すのをこのマルチウィンドウのこのメニューの中からまあ表示をすることができますとか続いてもう一つこの使いこなしをしていく中でえあるのがまあこれ縦長なんですけどもちろんねここに。 こうメニューがありますからこれで呼び出せばこうやってメニューで表示できますけどこういう形で,できますけどももうちょっと違う使い方で生きてントントンしましまたトトントンするとこんなのが出てくるとこれはサイドセンスとい従来の,の XZ シリーズの時にもありましたけども横っちょからこうやってメニューを出すことができますとうん。うん でこれでよく使うものとかこういうのが出てくるんですがこれ実はこのダブルタップで表示できるメニューというのがアプリをすぐ起動できるというのは確かに当然そうなんだけどももう一個実はあってそれぞれのシチュエーション例えば時間とか場所とかに合わせてここに表示する内容を予測して出してくれる。 もちろん固定で出しているものもあるんだけどはい、はい、例えば朝の時間だと例えば例えば乗り換えアプリが入っている乗り換えアプリみたいなことだということになるんですけども例えばニュースを見ますとブラウザを見ますとかっていう形になりますというようなその予測を少ししてそこに表示をすることができると、はい、今のあなたはこれだねみたいな、まあまあ、これが便利で少年くらいの予測しできてくるという格好なっています、えーでえー、さっきの二十一対九マルチウィンドウというのも実はこの今の側面僕はこの ね、サイドセンスはここら辺をこうポンポンってきましたけど、はい、こうかな。はい。これ実はあの反対側でもよくて、あ、はあ。本当だ。この中出ますと。とこれ以外にも実はもう一個あって、この辺。はい。これ、うん、21対9マルチウィンドはこんな感じで出ると。今下から上。上から下これと閉じる。本当だ、うん。縦長の画面なんだけどもできるだけその手元でいろんなことができるようにまあしましょうというのがこの実は、えー、サイドセンスと、うん。 ここの21対9のまあメニューとなで、えー、まあそういう形でこの画面はそういう、まあ、いろんなその縦でも横でも使える良さがあるんですが、うんうん、ただその,そのまあ使い勝手がうんぬんっていうところよりももう一つぜひ言っておきたいのは、はい、この画面は実は21対9はこれ 4K です。ねー 4K の HDR 対応の UQL ディスプレイというのを搭載していて 4K は実はソニーさんは液晶で先にねやってたりしますし最近まあ他社もいろいろ 4K の取り組みなんかが話に出てきますけれどもえまあそこはやっぱりブラビアを作ってきたまあテレビで作ってきた技術がありますのでそこをうまく生かしていて 4K っても今みんながみんな 4K ではない普通のまあフル HD とか HD クラスのものもありますのでえ例えばフル HD の画質の その映像を高画質化する 4K アップスケーリングとか,か HDR 対応じゃなくて SDR 対応の映像を HDR 相当にして美しく表示するまあ要するに古い映像とかを見てもちゃんときれいに表示できる機能が用意されてたりとか。 あと21対9の,その実はあのまあこういう形になってるんで実は中にですね結構プリインストールでゲームが何本か入っていて、はい、でちょっと今1個お見せしますがアスファルトっていう車のゲームですけどこんな感じでここ今デモのスタートの画面ですね。こんな感じでこれ見ていただくと分かるんですけどちゃんとほらフル画面でしょすごいねののこの画面をフルに使って まあ使えるこういうゲームが用意されていると、はい、ということでこんなものもあったりしてゲームも多分に楽しめますということでちなみにゲームを快適に使うためのゲームエンハンサーという機能も用意されているのでここも楽しめるのかなというところだと思います。はいはい、そしてまあやっぱりソニーさんといえばまあいろいろね今までもいろいろありましたがまやっぱりまあこの背中のね。 これですよね。トリプルできましたね、はい。今回トリプルレンズカメラになってますとでまあ、3つのカメラはそれぞれ役割があって、標準のカメラ望遠のカメラ超広角カメラと<ー>標準のカメラはまあ、いわゆる。3。5mm カウンターで26ミ、mm、リぐらい。まあ、だからコンパクトデジカメの一番広角がぐらいのが実は標準になってると。 で万画素 F1.6 のレンズ、うん、望遠は5 2ミリだから倍ですよね、はい、まあ、まあ、がついてますとこれも同じく1220万画素のセンサーで、うんえー、F2.4 のレンズとそして、えー、もう一個が、えー、1 6ミリ、うん、3 5ミリから3 5ってかなりワイド超ワイドですよね、うん、超広角でこれも同じセンサーで1220万画素、うん、F2.4 かなのレンズがついてるということで、はい、もう一つネタがあるのは これであのゆきちゃんをですね撮っていただけると分かるんですけどおおおこの辺かほら今ゆきちゃんの目のところに四角いマークがついたでしょ、うん、これ何かっていうと瞳、AF、何これ要するに目の位置を確認をして本当だそこにオートフォーカスが上になっているという機能です。これ今、ね、普通のさっき言ったそのいわゆる標準で撮るとこんな感じそのまましちゃってね。 でこれが望遠で今度広角がこんな感じで今撮りましたが具体的にどうなるかとうと超広角だねこれはね、うん、でこれが望遠、うん、でこれが標準本当だでも普段撮る感じだとこの距離感、うん、3つのこういう形で、はいまあ、距離感で撮れます、うん、ということで、えー、カメラに関してもう一つ言わなきゃいけないことがあってこれどっちかとうと 我々ではなくて今我々を取って制作してるうちの制作チームの人たちにとっていいのかなのネタなんですけど実はシネマプロというですねプロのクリエーターさんが映画を撮る時とかに使うそのカメラの。 えっとユーザーインターフェースをまあ使ったものだそうでここに今ほらメニューがこうやってあるでしょ。あ,<ー>こあるしょ細かいのがある,あるこれは一応そのまあソニーさんのプロ用の映画を撮る機材の UI を一応をい継承していると。今ねスマホで映画を撮るっていうのはある意味ブームなんです。そうですね。結構今割とあちこちで話がってるね。でね,そうですね。ありますね。はい。はい、これ一個でどこでも。 かなり、うん、あの撮りやすくなってきてるのは事実だし、はいまあ、いわゆる普通のデジタルカメラとかビデオカメラでない映画が撮れるので、うんまあ、それを撮っていろいろやる人もいますけれども、はいねまあ、そういうニーズにも応えられるだから、まあもしかするとこのエクスペリア1のカメラを使ってなんか映画を撮る人が出てくるんじゃないの、うんまあ、ショートムービーぐらいいけんじゃないのみたいな気がするんですが、はい、でもなんかこの辺りがあの社長さんの熱い思いが。 今回もその発表の時にも散々話は出てたので、うん、やっぱりかなりそこは意識していらっしゃる感じはしますね社長の意向なのかそれともその中の,その何スタッフの人たちをこう,うまく、うん、社長さんが引き出してあげたのか、はい、ちょっとそれは分かりませんけれども、はい、かなり映像色の強いところもやってきましたと。 と思うのは今って割とみんなスマホってみんな形よく似てんじゃないですか。そうですね。だけどさすがにこれが机にポンと置いてあったらなんだこれ。何か違うぞって思うよね。って思うじゃないですか。うん、この長い画面とかね。どこのって聞きますよね、きっと。裏側もこうこんな感じですから、うん、まあこれブラックだからちょっとあれですけどこんな感じですから、やっぱこれなかなかないんですよこういうデザインの端末。って、うんうん、存在感とかを含めてあ。 ソニーって今こんなんなんだへーっていうような感じが出てくるのがようやくなんかエクスペリアらしいそのソニーらしいパワーが出てきたなっていうのが感じる今回の端末のまあのところかなと思いましたはい、はい、そして価格ですこれ、ね、今回価格はちょっと今あの今回からあの無理プランに完全分離になりましたんで、はい、基本的にはエヌユーとソフトバンクは部分的にやっても <laughs> まあ、あのまだ8月いっぱいぐらいまでかなまだ一応残ってますけども、うん、基本的にはみんな定価で 買うと思ってください、はい、でドコモは10万3032円<ー>えっと営業はちょっと高くて10万9080円、はい、ソフトバンクは13万3620円で何でお前だけ高いねんっていう話なんですけど <laughs> ただキャンペーンをやっていて、はいえっと、一応 5, 円相当のペイペイ残高が返ってくるそうです<ー>でさらに、はいえー、買った人には抽選で500名様に一応2万円ぐらい返ってくるそうなんで。 これフルで当たるとまあ割と近い金額までっといるかなって感じすするんです、まあ、その若干高いんですけどただこういうポイントの付与とか抽選でなんとかっていうのはまたどっかの人たちがですねお前それはなんかその端末購入補助者みたいになるからだめだよってまたあの,あの人たちがブー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 言うと思うんで多分これはいずれなくなるんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですがまあ一応今のところ10万円から13万円ぐらいの範囲でまあ一応買うことができますというですね。はい クオ<で>リティはね<で>、えー、高いからな。かなは高いと思います、ね。そして機能チェックです。で機能チェックはちょっとですね今回からあれなんですけども実は Android 9 Pi がまあ最近増えてきました。はい、で実はこの Android 9の Pi からえっと Wi-Fi の簡易設定 WPS がなくなりました。そうなの？そうなんです。これいろんな議論があったらしいんですけども。はい なくなりました。だから、まあ、ところもありません。<ー>まあ、ただ、市販の、例えば、エータームとか、バファローとか、まあ、いろんな会社さんがやってるような、その、うん。 楽楽、えー、無線スタートとか、うん、あの AOSS2 とかいろいろありますけど、あの、は、手、い、はアプリが提供されているので、うん、まあそれを使っていただければいいのかなっていう感じだと思います。うん、まあパスワードはまあでもちょっと頑張って入れてねって感じですが、はい間違いないようにしましょうということですね。はい、はい。それから着信拒否は登録外非通知公衆通知付加してでもいきます。うん、え当然電文メモも載ってますんで、ここら辺は安心して使うことができるのかなというところで。うん 簡易設定のとこだけ気をつけてうんまあでもまあしょうがないねこれはもう OS 側がもうそうしちゃったんで対応ししていくかなですねそれぞれ自分の使っている無線 LAN アクセスポイントとかホームゲートウェイなんかもそうですけどアプリが出てればそれを使ってだけるといいのかなという感じだと思います。そしてズバリいいいととこころろ悪ですは やっぱりいいところ悪いところですではいいところからいきましょう、はい、じゃん映画が楽しい21対9そして縦画面で便利な21対9美しくスリムなデザイン本当にやっぱり21対9を単純にその映像だけにしない、はい、えしちゃんとそのそ、ね、まあやっぱりその 縦画面、縦長,縦長だと SNS とか見るとき縦スクロールがあるから便利だよねってだけでもないしやっぱ映画とそういう実際のスマホの使い方をうまく考えて作られてるなっていうのが事実で,でやっぱりあと今までの XZ シリーズなんかはちょっとやっぱり分厚いかなとかちょっとこう,う。 ぼってりした感じがしたのが、はい、なんか久しぶりにこう薄くて、こう、はい、ライバルにこう戦えそうな存在感のある。いいデザイン、うんうん、美しいデザインを作ってきたな、これはい、やっ本音だと思います。重みもないしね。そうですね。はい。はい、すごい軽やかで美しいと思います。はい。そして悪いところ。です。あるのかしら。じゃんいきます、えー。側面のボタンに悩む。サイドセンスが難しい。 ドコモが2色 au4 色ソフトバンク3色という側面のボタンからいきましょう、うん、はいどうですか、うん、音量キーと、はい、ここに、えー、指紋センサー指紋センサーどこについての<で>ってようと電源でさらに、まあ、シャッターとかに使えるキーってことになるんですけど<ぁ>、まあ、こっち側にまとまってくれたのはいいんだけど実はある時はなんか、まあ、かつては実はこの。 指紋センサーになんかその電源キーが連動したりした時代があったのでん,なんかついここ押しちゃうわけですよやっぱり,ありすぎ,ありすぎここはごちゃごちゃしてる感があって、はい、慣れるまではその指の場所をちょっと覚えるの大変かなみたいなのは正直あ一、ね、<う>回,回。えっとこれはみたいなあここがどっちかみたいな感じになっちゃうんでそこが気になります。<laughs> ねはい、そししてサイドセンスが難しい これね、うん、本当にね、<laughs> 本当に難しいだわ。新しいできるかなーって思うもん、うん。ちょっとやっぱり、だいぶ厳しいなっていうので、ね、はい、やっぱり確かに。まあ、使ってれば、なん、なん慣れてくれば、できるんですよ。うん、もう一個大きな問題があって、これね、うん、やってみて、わかったんですけど。実は、これ、あの。お借りした端末も、そうなんですけど、はい、まあ、何回か、僕、お借りしてるんですけど。はい、お借りした端末があると。あの。 一応傷つけたくないんで、はい、最近ほらアマゾンとかで安く買えるんでクリアケースの安物の500円ぐらいのやつか買ったりするんですよ、うん、やっぱりちょっと落として傷つけたりしたら困るんですよ、うん、ね、うん、ところがですねそのカバーをつけるとですね、うん、途端にサイドセンサーちゃんと動かないんですよ。これが結構実は辛くて、はい うんまあいいし便利なんだけどちょっともうちょっと何とかしたいなあっていうのが正直だとうか例えばこう指をスワイプさせてこう縦に,、ね、こ,こ,にこ,のこの部分をこうこうですねこ,うこの部分をこうなぞってとかいう、うん、このメニューとかも今僕この状態でなぞってるからできるけどかなり操作は慣れが必要なのは事実なんで。 まあ,あえて使わない手もあるとは思うんですが、はいはい、もうちょっとなんかアイディア欲しいなというところではありますなるほどそしてカラーの問題 AU、うん、が4色はまあ頑張って取ったなって気がしてて、うん、まあソフトバンクの3色は結構バランスとれてるのかななんででんでドコモさん2色なのまあユキちゃんだと分かると思うんですけどもこのホワイトが実はドコモにあるべきなんじゃないかなのですよ、うん、ドコモはこの 黒じじゃゃなくてこっちねるでしょうまあ共通色もあるっていうのもあるんだけど、はい、ちょっとここら辺はそのカラーのバランスっていうのはえー、俺グレー欲しかったとかなんかホワイト欲しかったみたいなことを言う,、まあね、言う人はいると思うので、うん、皆さんそれぞれ言うと思うので、うん、だからちょっとそこら辺は果たしてこのカラーのこの分布になっているのは良かったのかなっていうのはちょっと悩みどころです。確かに、うんまあ カラーホワイトが欲しいがためにソフトバンクに m n p するかというとそれはそこまでではないと思うんですけどまた霞が関の人たちはそこで流動性を高めなきゃいけないからとか言いそうな気がするんで無視しましょうということなんですけどもでもカメラも撮ってみたいし映画も見たいなってやっぱり思思える端末だとうやっぱり今映画を電車とかバスの中で見てる人結構いるじゃないですかああいうのを見るとやっぱりそこは21対9で番だよね 4K、u q てすすんねそうなだからちゃんと言ってるんだけども細かいサイドセンスとかそこら辺はもうちょっとブラッシュアップしましょうねみたいなところもあるんだけどもかなり内容的には新しい世代新世代ということでかなり大きくバージョンアップしたものだと思いますのでキャリアのシャップどこに行ってもちゃんと置いてありますんでいずれかでちょっと触っていただいてサイドセンスもちょっとぜひ一度こう。 試していただけるといいのかなと思います。はい、ぜひお試しください。はい、ニュース行ってきましたです。さて、どこに行ってきましたか。オッポうん。の、ええー、レノというですね。はい、新しいシリーズが、えっ、ー、と、七月3日に発表されました。はい、その発表会を。ちょっと拝見してきましたので、はい、そのお話をお伝えしたいと思います。はい。はい、1> ここ1年ぐらい。 はい、結構な勢いで新製品があの R シリーズ R171511、まあ、から始まったのか順番に出てますし、うんえー、去年はあのカメラがズズズ,ズッと出るあのファインックスとかね,ね<ー>いろいろ私も出してきて、はい、まあ結構まあ数としてはかなりモデル数としては多くて、うん、国内でいうと多分ファーウェイと シャープと並ぶぐらいは出ている。モデル数はすごく多い感じですね。はい。はい、じゃあその中でも今回はどんなモデルが？はい。で今回はえっとレノのえっと十倍ズーム、テンエックスズームと書いって十倍ズームと呼んじゃっていいそうなんですけども。何これすごい、うん。グローバルではあのすでに四月頃だったかな発表されているモデルなんですけど、はい、まあそれを日本向けに展開しますという,、はい、ということで発表されましたと。 もうすでに7月3日発表会の直後から予約を開始を受け付けていて7月1 0日だから今週だね今週の金曜日からえまあ店頭でも順次販売開始ということで店頭だけじゃなくてあのあれですね MVNO さんとかでも使う予定で IIJMIO とか X モバイル n i f それから楽天モバイル えー、リンクスメイとあとは LINE モバイルは7月中という形だそうです。でカーデン・リョウハンさんは上子の島ビッグカメラ山田ヨドバシとオンラインはアマゾンそれから光 TV ショッピング NTTX とはあと OPPO の直営が楽天市場の中にできたそうなのでそこでも販売をされるそうです。なるほどこの 10倍ズームここがポイントかと思う何でしょうズームはちょっと今年ねあれ来てるかなって感じがするんですけど一つはプリズムと D カットレンズっていうのを使ったペリスコープ構造何それええ、を採用してます。これ何かっていうと簡単に言うと普通のスマートフォンここにね例えばこれファーウェイですけどズームをつけようと思うと何枚も何枚もレンズをつけなきゃいけないんですね。望遠にしようと思うと。そそうするとこののの厚さ中に 5枚も6枚も7枚も8枚も入んないわけですよ。どうするかっていうとセンサーの向きを変えて要するに光はこっちから入るんだけどもセンサーはここに入るとでここにこういうふうに1枚ずつレンズを並べら、うんうん、最後のとこにプリズムこっち側のとこにプリズムをつけてプリズムってあの要するにこの三角形のこう光はこっちから入ったらこっちへ行くようなやつですね、はいうん、をつけることで簡単に言うとあのペリスコープっていうのは要するにあ,のあれです潜水艦の潜望鏡です。 こうを覗いて見てるけどこういうふうに見てるわけでしょなるほどそ,うかそれはこっちから入った光が上に行ってまたさらにうこうとうう曲がって見えるわけだからね。うん、っていうその、まあ、構造を採用してるということでこのペリスコープ構造を採用することで、まあ、ハイブリッドですが10倍ズームを実現と。で<ー>ファーウェーも P30Pro、うん、ちょっとね今あの,発ったあの予約を受け付け、はい 停止してますけれども、あのモデルでも一応取り組んでますけども、うん、まあちょっと今年そのズームっていうのは一つネタになってるので、まあそれに取り組んできたモデルということになります。まあそういっつその中身も他の部分もすごくて、はい、例えばディスプレイに関しては UQL で6.65インチ、ディスプレイ内シボンセンサーとカメラがですね、これはあのちょっとまあいずれ実機をお見せしますけれども、はい、ピボットライジングカメラといって、要するに簡単に言うとこの、うん 本体のこの上のところからカメラがにゅっと出てきます<何>斜めに出てきます、えー、それがインカメそう,そうインカメがそうなってます、うん、インカメが出てくるんだなの,でなので本体の前面は画面ってことほぼ全部画面ですだからあの、えー、もうこんなあの水滴の後もないすごい上フラットですから カメラが出てくる。そうなんでていうのを搭載したりとかあとはあの、まあ、最近流行りですけどもあの、まあ、ゲームを結構、はい、さっきもねちょっとご紹介し、はい、エクスペルでもご紹介しましたけどゲームをする人が結構増えている、うん、まあ結構 e スポーツなんかも流行ってるんで、はい、まあ結構ゲームスマホのゲームをカジュアルなゲームじゃなくて結構ヘビーなゲームが増えてきてるんですが、うんうん、それが、まあえー、と快適に使えるようにということで、うん、ゲームをしている時に熱が増えてきたら えー、うまく冷却をしましょうということで水冷式の冷却システムを採用したりとか、うんはい、あとはまあリニアモーターによる、えー、マイブレーターですねこの中で振動しますけれども、うん、あれを少し高精度のものにしたりとかあとタッチパネルの操作も、うんえー、高精度になるようにタッチブーストという機能をつけたりとかしてかなり、えーまあ、内容的には凝ったモデルとして、えー、登場してきた感じですかねこれアウトカメラはトリプル そうですね、アウトカメラ、えっと、四千八百。ええ、八百千三百かな、インカメラは千六百と、もう本当カメラに関してはかなり。で十倍ズームでしょう。十倍ズーム、あ、まあ、ハイブリッドだけどね、ちょっと触って使ってみました。あの、あの、いくつか写真も撮ったりとか、まあ、レビューも桁うち載ってますけども。どうですか。いや、なかなかすごかったですね。カメラもかなり、あの、豪華。おおって感じ。おおって感じはしますね。はい。 あのよくできているだと思いますね。これまああの詳細はまたちょっとね。やりましょう。携帯ピックアップで近々ご紹介いたします。でお待ちいただくということで。これの。はい。もう予約は開始で。そうです。はい。二万円がね。十、万円ジャストぐらいなので、ちょっといいお値段なんで。うまくすると、今あの家電量販さんの店頭に行くと。多分デモ機置いてあると思いますんで、ちょっとハイブリッド中枚で。 ちょっと遠目にいる店員さんを取ってみるとあのこんな感じかすごいそうだぞはい試していただけるといいかなということでちょっとまた別途ね改めてお父さんからちょっと端末をお借りしてご紹介したと思いますが発表会は結構気合入ってましたねそんな感じがしますはいありがとうございます広告来期待ということでお待ちくださいはい エクスペリア1お届けできましたやっぱり存在感が全然今までと違う感じなので、うん、でもやっぱりそのエクスペリアのエッセンスってちゃんと入ってるしソニーのいいー、まあ、ノウハウも入ってる、はい、デザインもいいし非常によくできてる端末ではないかなという感じですが僕的にはやっぱり、まあ、ここにとどまらずもっと進化してほしい特にユーザーインターフェースはもっと磨いてほしい、はい。サイドセンスちょっとな慣れ <laughs> なまあ、中にねチュートリアルとかも入ってるんだけど、うんはい、なかなか慣れるの大変なんでいやで,でもなんかスタートした感じですよ本当に,本当に,本当にとっても楽しみな端末ですぜひ皆さんも店頭でちょっとね、うん、触ってみていただければと思います、はい <music>